ここ、河野さん、ロタリアの、ロタリア近くのイオンにある。イオンってある、あ、でっかいとこですよね。私、ああいうところのフードコートでいろんなもの小さく、ちょびちょびって食べるの大好き。ここではたこ焼き買って、ここではアイスクリーム買ってってやるの大好き。ああいうとこテンション上がりません？もう私前の、前、あの、社畜していた時に、あの、社畜、あの、職場の近くに住んでたんですよ、私。あの、公立中なんで、仕事の近くに住んだ方が楽やろっていう感じで、仕事のところに歩いていける距離に住んでいたんですけど、近くに住んだら手当が出るっていうのもありましたから、近くに住んでたんですけど、そしたらね、そこのスーパーマーケットとか、周りはもうね、いつもね、会社の人しかいなくて。そして近くにイオンみたいなとこあったんですよ。でかい、いろんな、フードコートとかついてるようなデパートがあったんですよ。で、そこに、私、ぼっちでフードコートでむしゃむしゃって飯食ってたら、職場の人がね、家族でこう来てて、ね、いい年したドラゴンが一人でフードコートでむしゃむしゃってやってんの見られて、なんか、ってなるよね。やっぱ職場の人はね、子供とか、旦那さんとか連れてね、来てる、まあね、一人、フードコート一人、ね、やっぱ、会社の近くに住んでる人たちがいっぱいいる会社ですと、そういうことが起きちゃうんだよな。あれは、ちょっと、辛かったね。